大丈夫です。他のことだったら結構わかってる。行きましょう。もう絶対当たると思う。皆さんこんにちは、ファオセイ。はい、ファオセイです。お疲れ様です。今日は久しぶりに親子対決をしたいと思います。はい、割とね、過去生対パパっていうことが多いんだけど、今日はママも参戦します。お、普段は母性の味方をすることが多いママですが、今回は負けたくないので、パパと力を合わせてカホセイをぶっ潰したいと思います。ぶっ潰したいと思います。カホセイを潰したいと思います。そんな話なの？何の対決？1個目の勝負はカップタワー対決。3分時間をあげます。チン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 ってタイマーが鳴った時にどっちが勝つか。あ、もうそれだけ？え、邪魔は？物理的な邪魔は相手チームの人を触って、会話とか表情で笑わせて倒すとかっていうのはまあ一応 OK です。でも OK。 じゃあ3分間、よーい、なんちゃってまず刺す、まず刺す、早く、はい、用意ドン、スタート。急いで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 、まずこれは全部、時間がない。まだいける。いや、あ、終わってるよ。これピーピーなんないじゃん。おい。カホちゃんたちが1、2、3、4、5、6、7段。パパは？8段ですよ。5段です。いやー。
しいパズル対決です。ーチームごとに9ピースのパズルを用意させていただきました。どっちか片方が目隠しをします。してない方が指示を出して2人で1つのパズルを完成させてください。かおちゃんが目隠しするの。はい、パパとも俺が目隠しします。信頼できないな。じゃあママとせい一回スイッチアップしてぐちゃぐちゃにしますよ。ママ裏返しにしてあげて。そしたらママとせいちゃんはもう手を出せません。いきます、よーいドンドン。あっ、それ端っこ見せて。シンデラ、下の真ん中、その辺置いといて。下の真ん中、その辺置いといて。それは横、左横。あと、今、うん、それ。切るカップイン。切りか、頭の。それが、その目。まず、ささま。うん。いいね。ついた。そしたら、オッケー。そしたら、スイスイ。あ、つけた。しゃあ。それ。ね。それは。もう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 。その下にあるやつが、その下にあるやつが、あ、ごめん、違った、それ左上じゃない。あー、ちょっと何、ちゃんと指示しろよ。目が見えてんだろうがよ。どっち。そうだそうだ、絶対そこ。そうだそうだ、絶対そこ。見えた。それは、それは、下の左、これ、多分それ、うん、今日が結んだ。それは、左上見えた。姫島さん、見えてる。一番右端、そこ、それ切れる。まず、はめれる。それで、やばい、パパ、やばい。そうそう、もう次、次、次取って、次、次取って。見えた。次取って、次取って。見えた。次取って。そこそこそこ、よし、そこ。そうそう、うん、そこそこ。やばい、やばい、パパ、あるかもしれない、あと一個だ。はめれちゃうと、パパ。誰のせいですね。いや、カホセイが早かった。フレッシュのノー。いや、オールドのノー。次の対決は2人が仲がいいかどうかを試していきます。どうやって試すかと言いますと、カホセイの番の
時はパパとママがクイズを出します。同じ答えだったら1ポイント。なるほど。ただし同じ答えじゃなかったらママたちに1ポイント。3本勝負です。ついたてはパパになります。じゃあパパ問題を出してください。はい、問題言ったら最初喋っちゃダメよ。ここ本気だ。かおちゃんが今一番ハマってる YouTuber さんとか YouTube チャンネルは何でしょうか？パパがすごい圧をかけた。一人しか書いちゃダメだよ。もちろんです。見たけどね。これは答えられます。答えなのにカホが悩んでるの。私だよ。行くよ、せーの。プリッサープリッサー。わー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 。カホ製にもう一ポイント入ります。カホ製泣く泣く泣く。オッケー、じゃあカホちゃんとせーちゃん問題ください。そうですね。せーの、ドン。ドン。ママ、パパ、パパ、ママ。待って、今ちょっと減らずに、え？パパが先にママを出したよ。いや、ママだったような気がする。第二の。どんなシチュエーションだ。いやー、ちょっと待って。ママ、パパに言われたからパパの。あれ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 、ちょっと待って、どう収集したらいい。ノーポイント。このポイントは後でじっくり話しよう。ノーポイント。ノーポイント。てか、弱すぎじゃないかな、パパ。もう1ポイント可能性に入っちゃったよ、また。OK、じゃあ次。せいが一番好きな食べ物は何でしょうか。これは難しいんじゃないかな。これちょっと気持ち悪い。かおちゃん書いて。はい、せい書きました。せーの、エビ。カレーうどん。これは当たけよ、パパ。せーの。ママ、生ハム。パパ、ラーメン。ラーメン。ラーメン。え？ラーメンなんて最後いつ食べたよ。日本に帰った時しか美味しいラーメン食べれないのに、なんでラーメン。なんで生ハム。ラーメンでしょ、そりゃ。それ自分じゃん。一番好きなキャラクターは何でしょうか。わー、何でもいいキャラクターであれば。これひらがなのカタカナのどっちなの。どっち、わかんない。せいちゃんは結構これっぽいからいろいろキャラクターがあるんですよね。おー、せーの。せーの。よっしゃー。どう？パパの好きなアニメキャラクター。ちょっと待って、もう漢字がわかんない。はぁー、よしやつ、どっちやがいる。ママ、パパとつながってると思う。 OK、 大丈夫です。パパのことだったらもっとわかってる。行きましょう。もう絶対当たると思う。
せーの、ママ鬼滅事務所、ママ姫島さん、むさむさ言ってんじゃん。いや、多分岩の呼吸って言ってるじゃん。姫島さんって見えた。姫島さん見えてる。ママのこと全然わかってるわ。それでこの企画はママとパパの仲を壊すのであった。それちゃちゃの